法治工程 Z です。今日はですね、理工結婚家でなんとなくボスステージを回してみるとなんかめっちゃ進んじゃったと。なんかですね、敵に更新がつく前のステージまでガンガン進んじゃったという状況でして、理工の火力が半端ない、嫁理工半端ないという状況でした。まあ流れとしましては、まあまあリコに七星と、まあ、適当なバフが乗ってるような状態で、まあ相手に箱がついた程度の、まあ簡単なバフデバフですよね。そんな状態なんですけど、リコが命中率上げてスキル1で敵の HP をガンガン、まあ半分ぐらいまで削ると、まあまあそれスキル2で削るときもあるんですけど、で半分まで来るとスキル2が命中率上がるようになるんで、スキル2で、まあ、最大8回攻撃で、まあ敵を落とすところまでやっちゃうっていう状態ですね。まあこんな風にフィニッシャーブーブーやってくれるんですよね。まあスキル2 ちょっと不安定なんですけどね、敵を倒すところまではやるんですけど、本当は敵倒して2倍になってそれを他の敵にも当てたいんですけど、まあちょっとね、敵のレベルが高くて、連続で倒すっていうのはちょっとなかなかお目にはかかれないような状況です。まあそれでもね、まあ30ターンですか、まあボス戦が終わるまでには全員そのパターンで倒しきっちゃうんですよね。相当火力高いですねこれは。まあていうか、まあ最後らへんね命中率上がるんで、命中率さえ上がればね、結構ボス戦ってクリアできちゃうみたいでして、ほらこれまたとどめ刺しましたね。大したバフ乗ってないですけどね、本当に白卓だけですよね。いやこれで、あとナタの激災もたまに乗ってんのかな。いやまあでもほんとこんな少ないバフデバフでガンガン攻撃力出しちゃうっていうこのリコ半端ない。まあまあ他のキャラに比べてかなり育成は進めてはいるんですけど、いやでももう結婚してるとしてないで全然違いますね。もうこれでもうずっと更新がつくステージまで、まあ1827ステージまでを、まあほとんど止まらず、まあ、2回に1回はステージ進んじゃうよっていうような状況で、はい、この状況で、はい、クリアですね。もうここまで来たらね、スキル2で確実に落とせますからね。ああ、まあ、先に落ちちゃったけど、はい、この通りです。リコを読め、半端ないっす。まあ、白線とかも強いんで、ボス戦も進むっていう風に考えると、まあ、かなりお得な嫁化ですよね。まあ、白線に限らず、デッキ戦もね、結構、順位上がったんですよね。90から70位ぐらいだったのかな。フレイヤーとって、まあ、70位ぐらいとかたまに出るなぐらいだったんですけど、まあそれが35位とかにもちょっとまあ食い込めるようになったって。まあ出た当初っていうか、まあその最初のうちだけだとは思うんですけど、まあしばらくしたらまたね、どんどん落ちていくんで、
いやまあでも、いろんなところで活躍してくれるならね、まあかなりいいですよね。いいキャラです。でまあまあ今あの流れてるのはちょっと更新がついちゃって、攻略できなかったボス戦ですね。まあちょっと白卓の育成あんまりしてないんでボスに箱がつかない時があるんですよね。まあそのせいでか、まあボスがもう全然 HP 減らない。まあこれも白卓ちょっと強くしたら実はすぐクリアできちゃうんじゃないのかなみたいなのを思ってるんですけど、ちょっと甘いっすかね。まあでも放置戦役の方がねどちらにしろ回せないんですね。1827ステージはまあ回せることは分かったんですけど、28ステージがねもう全然回せないっていう感じだったんで、まあ急いでボス攻略をねしなくてもいいかなと。まあ白卓にそんなにリソース割かなくてもまあいいのかなと思ってるんで、ね、また、別のキャラが出た時にリソース足りなくなるとちょっと悲しいんで、まあでもどうなんだろうな。結構いや思いのほかプレイヤータンク取っちゃったし、まあ次の展望が実は見えてないんですけどね。白卓まあそれでもいいんだけどな。タンクに対してリコがね思いのが強くなったから、いやタックがずっと弱点だったんだけど案外今のデッキバランス取れちゃってるな。次何狙おうか。まあそういうのね、あの新しい副将ができた時にねインスピレーションで取るっていうのがねまあ楽しみの一つなんで、まあまあこんな感じでちょっとね、1828ステージはちょっともう全然望み薄な感じですね。結構箱も当たってる気もするんだけどな、なんでこんなにダメージ乗らないのって感じなんだけど、まあ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 ゆっくりねこれも攻略していけばいいのかなって感じです。まあでも本当リコ、まあ最初正直地味かなとは思ったんですけど、まあ攻撃回数まあスキル1増えてないし、8回攻撃今だとちょっと少なめな気もするんですよね。まあでも思ったよりね火力が上がってるんで、まあさっきあの1827ステージまで進んだらもう強砲がね聖護でついて、あの会心ダメージが 70% 上がってるんで、やっぱまあこれがね火力の元になってるんだと思うんですけど、8回攻撃とはいえ大ダメージでね与えてくれるんで、まあスキル1、2どっちもね火力相当上がって、最終的にはまあいい強化だったなと思いますね。はい。リコ、結構満足ですね。はい。